パワーは目から鱗。プロ野球創設期の名投手、沢村栄治を記念した、沢村賞の選考委員会、堀内恒雄委員長が30日、都内のホテルで開かれ、オリックスの山本由伸投手が3年連続で選出された。3年連続の受賞は、400勝投手、金田正一氏以来、史上2人目の快挙となった。山本は今季も投手4冠を達成するなど、圧巻の成績を残した。栄光の沢村賞の候補に上がり絞られたのは山本、DeNA 東の2人だった。基準の7項目のうち、山本が4項目、東が3項目をクリアした。堀内委員長は、ダブル受賞も話題にはなったと、2人を称えながら、他の投手がどうしているのか、という思いもなきにしもあらず。もっと選考対象の選手が出てきてもいいと思っている。たくさん投げて、たくさん勝ってほしいというのが素直な気持ちですと苦言を呈した。歴史的な大投手、沢村栄治の名前がついた賞で、あまりにも数字を下げることは失礼だし、このままでいきたいと思うと説明した。近年のプロ野球は中6日、100球前後の投球で6回か7回に降板するのが一般的なシステム。山田久志委員はこのシステムを、どこかで変える指導者、監督、コーチが出現することを期待していると語った。対照的に中4日などの登板間隔で先発してフル回転した DeNA バウアーについて堀内委員長は、目から鱗、とはこのこと。明国のスタイルでやってくれている。バウアーは候補になるんじゃないかというくらいで出てきたと絶賛。200勝投手は夢。今のシステムなら、たくさん勝つならたくさん投げないといけない。それを見習ってほしい、今日この頃ですと、他の投手を鼓舞した。老害になってしまったねえ、本当に悪太郎だよ。バウアーの何を見習うの？やはり堀内は老害。古いジジイのイチャモンって気がするなぁ。先行する人が古すぎる。老害。老害はただ去ってください。時代は常に進化してるのに、いつまで経ってもアップデートされない人間を老害と言います。中4日を推奨するなよ、肩壊したら、責任取れるんか？自身も投げすぎて故障して、ギリギリ200勝達成したくせに、よく言うよ。お年寄りの、俺らの時代はもう聞き飽きました。さようなら。